その若い企業を志望していらっしゃる方ですとか女性でその経営者になりたいと思っていらっしゃる方とかよく相談とかあの受けるんじゃないんですかそういう意味では。まあ時々受けるんですけど私アドバイスできてるかどうかは甚だ疑問でございましてあの大体、まあ、失敗前提でやったらいいんじゃないみたいなことしか言えないので。 分からないじゃないですかいのでやってみたらであの失敗に終わらさなければ全部成功になるからやってみないと修正もできないからやってみたら違うなと思ったら早めに修正すれば失敗に終わらずに成功にしかならないから、はい、それでいいんじゃないで、はい、そう考えると早く始めた方がいいんじゃないっていうのはあの言ってますね。私30代ののの時にやはりこのマネックスス中でこうチャンスをいただいたただ 最初のチャンスを頂い,いたのがマネックスの中だったんですけど、はい、やっぱ30代の時に、まあ、小さい会社の社長を任されたわけなんですけど、はい、それの経験は非常に大きかったですねどれだけ小さくても自分の仕事自分のキャリアではなくて会社全体の収益の責任を取るっていうのはもう考え方がからりと変わったというか、うんはい、でもあれがやっぱり30代だったからいろいろできたっていうのもあったかもしれないなと思いますね。なるほど、うん 分かりましたあのまだまだお伺いしたいことは尽きないんですけれどもあの残念ながら時間となりましたので、はいえー、ではの最後にですねあのマネックスグループさんの今後について 一言豊富やまたそのこういう方向でぜひあのさらに社業を発展させていきたいというような方向性などがございましたら一言いいいただければとと思まますすあ,ありがとうございますあの私ども会社の理念、まあ、今でいうパーパスですかねはあの未来のおお未来一歩先の未来の金融を作ろうっていうのがもともとの理念でして今そこから広げて金融だけではなくって、まあ、お金って まあ、あるものを運用するんじゃなくってお金って使い方とか何のためにっていう方がやっぱ重要なのでこうロジカルに考える力とかクリエイティブに考える力とかそういう,こう考え方っていうのも大切だよねっていうのは教育事業もやったり今って未来の人の人活動を応援しようううっっってていう、はいそういそた理念になっているんですねで常に未来志向で考えているんですが。でもこうあの これまで松本がが引っ張っ張ててきたというイメージが強すぎてどうしても過去の話になりがちなんですけれども私はやはり未来を作っていきたいので、えっと、次にこんなことをやりたいで今ある会社の、まあ、今ある人ですね人材がこうだからこれで作っていくものはこれですっていうような常に未来を向いていきたいなというふうにも思っていますしそれが成長につながると思っているのでぜひあの松本明のマネックス」から「みんなのマネックス」を作っていくというのを今後、まあ、何年かかるか分かりませんけれどもや やっていきたいなと思っておりますはい私どももあのその、えー、素晴らしい発展と成長をぜひ拝見したいと思いますので今後ともあのご活躍どうぞよろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございます今日はどうもありがとうございました本当にありがとうございました